皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズビッグです。ドッキリ神回避実況いきます。よろしくお願いします。これツイッターでね、教えてもらったんですけども、かなりねバカゲー集がするので非常に楽しみ。ちょっとやってみましょう。よろしくお願いします。雨回避、とりあえずこれを選択したらいいってことかな。 OK、 Now Loading ステージ1、雨回避。あ、説明あるね、ちゃんと。何々の少年のピンチを回避しよう。遊び方、気になるところをタップしてみよう。 OK、 タップする。あ、結構真面目なゲームかもしれないぞこれ。アイテムは使いたい場所までスワイプ。 OKOKOK。 まず傘を取って、でこうやってこうってこと。ほん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 。お、するとなんと雨雲がやってきて、これ回避成功。ちょっと手とか濡れてそうやけども。で、あれ、ほっといたらどうなってたん？気になるよね。これでクリアってことかな。虹が嬉しそう。めちゃめちゃ嬉しそうやったな。手のそのなんか緩い感じなんなん？あれ、いつあるから、ちょっともう一回、失敗見てみたい。さあ、ほっとくよ。すげえな、リアルタイムなんや、これな。ほっといて、お、雨来た、雨来た。雨来た、あ、少年が濡れる。嫌そう。嫌そう。回避失敗。見て、上のやつ。なんで土下座みたいなのしてんの？いや、これ面白いね。よし、じゃあ、2名行こう。あ、トイレ、トイレ。ニュー、6面が追加。オッケーオッケー。じゃあ2面。神回避。いや、いいね。タイトルすげえいいよ。すげえいい。神がなかったんやな、多分。これは大変ですよ。あ、これじゃあ、リアルタイムで頑張らなからね。ないよ、神。後ろ。笛？吹け、吹け。ピー。ピップー。いやいやいや、花子さん出てきてもうたで。ドーン。もっと漏らしてもうたわ。まずリコーダー取って、でもリコーダー使うわけにはいかんやろ？神が欲しい。神が欲しい。あ、もっと、よし、100点満点。待ったのか、100点満点や。あ、100点満点で、それで吹くか。あー、それはそれで、それはそれでお母さんに見せるもんなくなったやつや。あんた100点じゃなくて、あんた捨ててきたんでしょ？ 0 点やったからみたいな。そういうやつや。悲しいけども、まあ、回避には成功。次、何これ。鬼がなんかあれやってんねんけど。どんぶらこしてんねんけど。どんぶらこじゃないよね、だっけ。洗濯板使ってるよね。鬼回避。鬼回避しようぜ。桃落とせ。あ、別の桃で。別の桃なんとか。別の桃でなんとか。満足、満足。よし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 。満足、満足。いや、このゲームね、失敗したとこ見たいよね。失敗したところどうしても見たいから。さあ、流れてきたよ。嬉しそうに、やばーい。あ、その程度やった。その程度やった。黒板消し回避。次は黒板消し回避行きましょうか。ってことは、これ取ったやんちゃん。取れない、ポインポイン。いやー、めっちゃ笑ってるやつおるぞ、あいつ。あいつムカつく顔しとったな。右の消火栓怪しいね。お、キャンディ？鳴らす。あ、逆に、あ、ガミガミ先生来てもらった。おつぼねやな、こいつ。結局食らうんかいな。結構むずなってきたね。キャンディーを絶対なんかすると思うねんけどな。キャンディー。おー、いけたいけたいけた。キャンディー、そんな欲しかった。そんなに？敵回避1。行きましょうか。2もあるやな。スライムおるね、これ。モンスターに囲まれた。なんかもう、あれみたいな、風雷の試練みたいな。とりあえず丸押してみよう。攻撃してみた。どうだ？まだいける。ブーン。あ、効かへんってことかな？ペケは？ペケ特になむし。右は？あ、じゃあダッシュで抜けよう。ペケと、あーおっとおっと。上だけね、一匹離れてんのが怪しいねんけど、コントローラーなんかない？ペケ。丸ダメやな。上のやつ攻撃しよう。おお、そういうことか。これなるほどね。どかしていくやつやったんや。そうかそうか。んで、こうして、こうして、で、戻しといて、これね、立つ鳥、あとは濁さずみたいな感じで戻して、ゴールでございます。神回避した。面白いぞ、これ。さあ、6番やってまいりましたよ。ケンタウロスのおっさん、これ、ハテナ回避。ケンタウロスのおっさんおったけども。ん？これか？お、チェリー取れた。来た来た来た、来い来い来い。来い来い来い、なんか来たぞ。お、花ゲット、花ゲット。怖っ！
え、怖い怖い、こんといてこんといて。あー、だだだだだだだ。ほんで、これか。満足した。あー、ほんでこれもっか。どうなん？後ろ、後ろ。ははは。ケンタウ、ロスコちゃん来てもらったぞ。ロスコちゃん来たぞ。ルスコか？どっちや、むすまれね。白いハンカチ。これ死ぬんどうするんやろ。ちょ、死んでみたいよね、どうせやったら。これをあげたらいいんかな。あれ？でも死ねないのか、これ。おー、来た来た来た。来たぞ来たぞ。おー、オッケーオッケーオッケー。死ねた死ねた。連れ去られた。それだけ？もうなりふり構わず、男でもええわ、言うて男連れ去ったって言ったやつ。怖っ。オッケー。7から出てきましたよ。じゃあ7行こっか。雨回避2行きましょう。楽しいな、これ。やめれんくなる系やで、ね。はい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 。で、これでもね、どうせ外れのかさんで、ね。なに、おっさん、おっさん持っていくなよ、あいつら。ほんま勝手に持ってく。もうコンビニのあの一瞬の隙で持ってくやつは、あいつらなんなん、マジで。いやーってなってるけども。じゃあ、黄色やろ。これ緑と見せかけて黄色。あー、なんか細。どう？いや、ちっちゃ。傘としての機能してないやん。デザイン性に優れてるかもしれんけど、傘な？まず。傘作ろう。単純に、緑で選択で、そしたら普通に行けるっていう感じなんかな。あの、おっさんらのあの持ち去り方の速さ。えげつないね。これで、はい、成功か？いけるか？頼む、なんか、ありがありせんね。罠がありせんね。こういうゲーム。OK！ 大丈夫そうです。この嬉しそうな顔ね。可愛らしいでございます。よし、じゃあ次行こう。8番。激辛回避。あ、なるほどね。ロシアンルーレット的な。そんな感じか。あ、でもこれ回避できるってこと。おーほうほうほう。運ゲーちゃうんこれ。待って、なんか、あ、あったやったぞ。右ジャイアンっぽいな。で、左スネオっぽいな。これこうやって見たらいいってこと？辛そうって感じこれ。おーおーおお、甘い甘い甘い。辛い。あ、じゃあ辛いのやろこう。一回辛いのいってみよう。どうせやったらね。すると5分の1やったね。結構普通にこの、あのメガネに気づかんでもいけそうな感じやったね。じゃあこれ選んだらいいってことかな。この白いのを選んだら、いける？ざま、右のやつやってやりやったかってね。噛んだけど。やってやりたかったけど、右のやつをなんとかしていじめてやりたかったが、さあ、続いて9面。オチ回避。オチは欲しいよ、俺どっちかっていうと。なるほど、バナナの皮に滑って、豆腐の角によって死ぬやつか。ジャングルバンシー？ほう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 。鳥、なんか、広いな。あ、バナナゲット。バナナゲットして、下に行くんか？戻れんのか？あ、じゃあヘビ装備しよう。ヘビ装備したらどうなる？切れとる切れとる落ちっていうかこれ事故やん。これ鳥もなんか意味あんのかな？かなり謎ですけども、これ多分ヘビをこう繋げんじゃないの？ここで。あ、ちゃうんや。バナナ。ヘビを少年にあげたらあかんから、バナナを少年、もう無理やね。ヘビここ。バナナここ。逃げる。あれ？あ、鳥にバナナ。鳥、蛇にバナナ。蛇取って、じゃあ鳥置いとくか。ごめん、もう全然わからへんから、ヒント見てってんねんけど、それでもわからん。蛇は使えません。蛇フェイクやったぞ。じゃあバナナだけ使うんや。え、バナナを、どうやってロープの代わりにすんの？こけるんじゃないんかな？少年こかしてなんとか回避とかそういうわけでもないんよね。鳥を飛ばすか。飛ばして、バナナ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 。バナナじゃない？バナナ。飛んでったわ。結局わからんから、ヒントその3。鳥の巣の上に何か、え、マジで？バナナ置けた？鳥飛ばして、バナナ。え、置けるやん。あれ？マジでマジで。え、すげえショック。こんなショックのことある？で、こうか。オッケーオッケーオッケー。いや、これアホらしい、俺。めちゃめちゃショックや。てか、これ大丈夫このツタ。ボインボイン言うてはるけど、結構切れんじゃないの？ああいうのって。どうなん？よし、じゃあもう一個行こうか。10面。玉回避。よしよしよし。これはわかりそうやぞ。この玉、あれやな。美味しそうやったな。ラーメンみたいやったな。
どうしたらいいってことこれ。お、落としたぞ。おー、なしやなしやねん。いや、どんくさすぎやろ、お前。お前、いくらなんでもどんくさすぎへんか。おい。これ悪ガキじゃ、ちょっと立ってしよう。悪ガキなら、あ悪ガキ強え。悪ガキやってるだけあって強えわ。これね、右上の木が怪しいなと思ってんねんけど、木どう？ちゃうな。おー、なにや？あ、白線ゲットしたぞ。白線引いて、あ、なになに召喚、え？嘘やろ？二人目、あ、てか、あいつは友達か、あいつ。ええやつやったん？ジャイアン的存在で映画の時めっちゃええやつなるみたいな、そういう友達これ。やったぜ。おもろい。すげえいい予知してもらったんで。じゃあ、とりあえず10名までいったから、今回こんな感じで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。いや、面白いね。そしてやっぱりバカゲーでありました。非常に楽しませていただきました。皆さんもね、楽しんでいただけたら、高評価ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方もぜひよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに、コーロリングゲームズのメイ君でした。バイバーイ。